だけど、それだったら鬼木とかになるかな、ワンチャン工藤君の方が。あ、そうですよね。っていうのが俺自然なの。工藤さんよりは武雄さんの方があると思う。うん。で、でもその場合、武雄さんいや、面白い、面白い。あら、今日は引くね。ダウンロード。はい、はい、ナイス、ナイス、ナイス、はい。武雄さん終わった？終わんなかった。ギリ。まあでもいいボタンだったよ。ありがとう。優しい。終わんね。ナイス。渋いねー。渋いボタン。いいでしょう。早い。早いです。武雄さんに押せって言われました、指揮者前で。あ、そうなんだ。はい。あんまりやったみたいな、2人ぐらい。いや、いいボタン乗ったけどね。よかったよ。ノット2が過保護やな。伊豆は桃。え？桃。あ、伊豆桃か。うん。伊豆桃。米サボトス旗で直してます。はい。あ、伊豆さんってあのアーカイブ脇。そう、シャワー付近で見た気がするんですけど、あれプテさんって伊豆さん見てません？見てない。高田さんが見てないんだったら僕は見てなくても変じゃないと思うよ。いや、俺は見てなくても自然。ちなみに僕それはシャワーアーカイブからどういう動きをしてそうっていう予測ですか？アーカイブシャワーじゃない、アーカイブシャワーメインとかそっち側だと思うよ。うん、いや、あの高田さんは着る位置はないような気もするんですよ、そのシャワーの場合はね。僕がシャワーのタオルタスクを集めてカンカンのところまで行って戻ったら高田さんがタオルをやっていて、でその後に上に行ったよね。で僕はタオル今終えたんですよ。だからシャワーでは死んでないです。ね、オラフ君隠しろでいいかもしんないな。ありがとうございます。うん、オラフ君隠しろ。とりあえず。はい。俺とプテハシにずっと挟まれてる。そうですね、アーカイブでずっと本タスクしてる。アーカイブの中にいるから、オラフ君。結局、伊豆さんの最終死には？僕が、シャワーのタオル入れ終わったときぐらいに伊豆さんが集めてたはずなんで。え、うん、メインシャワー付近にはいると思います。まあ、コミサボ入ったからエンジン方向に走ってるかもしれないですけど。いや、それだったら走ってると思うわ。そうなんですね。いや、それだったらサンタさんがぶつかるはず。いや、てか私が初めに、え、てか、はたそこさんなんか矛盾しない？はたであなたがメインエンジンってきて、コミサボに入ってきたんだから、その後ろを走ってる、その後ろを走ってるっていうっしょ？そうです、そうです。タオルを集めていたのを覚えていて、僕はそれを置いて、メインエンジンってきてるんで、その後ろを来てる可能性は一応あります。そうなったら畑さんはやっぱ それ、うん、言ってることおかしい。自視点、え、おかしい。少なくともタオルタスクをやってないわ。集めたのは本当のかもしれないけど、あ、やってない、絶対いざやってない。でもやってない可能性あると思うよ。うん、そこなって言ったんなら、まあいざ絶対タオルタスクやってない。畑さこのあれだ、主張だったら多分やってない、そうだね。一応ハイブリ浮いてるんだけど、うん、メインが最後でメインに死体はないので、
ハイルさんとセキュですれ違ってる。そう、アップロードで鬼木と一緒になって俺の方が後やったけど、最後メインに、まあ、上がってちょっと左行ったぐらいやから、除染とか、左側の端っことかやったら分かんない。七駆動ぶりです。小林さんもサントスが直しで後から畑迫さんが来ます。さっきも言った通り、あ、そういうことか。七駆動ぶり、はい。はい、はい、一応僕浮いてるんですけど、さっきの話の続きでハイブリさんとセキュリティで連れ違ってから、キッチン、展望キッチン、武器庫入ろうとして終わってます。コミサボは無視しました、うん、キッチン、展望キッチン、武器庫ね。はいはい、はい、うん、はいはい。ってなると、あれ、ここまでモモさんの死人なしか。ないな、ない、うん。あ、一応ハイブリの経路だけ先に言っとく、浮いて言うんですが、貨物脇単体でした。僕の時は押す脇だったら分かんない、うん、でバイタルダウンロードエレキセキュリティでアップロード、その時に鬼木とすれ違いエレキメインホールです。あ、ハイブリさんと竹尾さんはすれ違ってんだ。うん、うん、ただそのすれ違ったのがセキュリティだから、その後の鬼木の行動が本当にキッチン武器庫かどうか分かんない。高田さんどうぞ。サントスの行動ルートってどうなってる？ね、初めメインだったかでタスクやった後にメインエンジン、エンジンの勝ちで、右に行った時に奈々子さんがミーティング行ったタイミングで、コミサボが鳴ったんで、私がコミサボ方向、奈々子さんがミーティング方向でトスならそこで解散してコミサボ直したら奈々子さんが遅れてきた、奈々子さんじゃ畑底さんが遅れてきたっていうルート、うん、サントさんメイン脇やってます。僕もメイン脇やった。合ってる合ってる。エンジン脇の僕が右に行った時にサントさんとすれ違ってるから、あ、あれプテさんか。はいはい、はい、うん。まあでも、トータスさんは分かんないから、伊豆さんの方詰めるしかないよね、もう。その場合は、シャワーでタオル集めしてたのが本当あったら、僕よりも北側、アーカイブ側にいる人は、僕視点で白になるから、高田、オラフとか、その辺が白になります。で、僕がシャワーに残ってタオルタスクをやってた。うん、で、伊豆さんは見てないので、伊豆そうね。僕がタオルタスク回収してる間に、伊豆さんが、メインホールとかそのコミュの方に直しに行ってるっていうのが僕視点では自然。工藤さんの視点も自然。工藤さんどこだっけ？僕は、キッチン脇で配線、展望配線、エンジン配線、金庫で磨いて、で宿舎に出たら七子さんと合流、そのぐらいでコミサボなって、でミーティング行って七子さんがボタンを押した形です。僕は奥まで見てるんで、うん、ミーティングキルはないですっていう形。七子さん視点、工藤さんの白は出る、そのトータスさんが。難しいと思うけど、トータスさんが多分どっかで死人されるはずだから、あの左側にいたらね、うん、難しいと思うけどな、工藤さん。ぼちゃるな。はい、バイタルの、ゴミ箱とダウンロードの間ぐらいの通路で奈々子さんが死んでました。工藤さん白撃てる。あ、撃てる撃てる、届かない。バイタルの、で畑さんが所定アーカイブ脇で右行ってるはず。めっちゃ近いじゃん俺。どこ、畑さんいましたね。それか貨物、工藤さんと貨物ですれ違い、奥さんの金、貨物の金庫タスクのとこに行ってます。あ、停電直したのは工藤さんだよね。はい、直しました。どこで？貨物で、ね。え、真ん中右左貨物で。あ、了解です。僕、昇降機右で触ろうとした時に直りました。で、その時にアーカイブ、シャワー缶ぐらいにサントスさんいたと思うんですけど、サントスさんはその後どこに？待って。
タオル入れててメインまではいけてない。タオル入れててメインまでいけてないね。配線やってて、多分私が配線やってる時に竹尾さんが抜けたよね。でその後タオル入れやってメインの方行ってる、うん、で、まあ、多分メインに入れてないギリ。タオル返しをこのターンにしたってことじゃあ。そう、人外だな。さっきのあれだよね、サントスさんの方が前にいたんだよね、コミに向かってる話って。ハタサントスはサントスさんが付箋コミサボ直してます前にいて、ハタさんがそれを、はい、後ろからついてるんだよね。はい、いやまあハタさんなのかな。あれこのターン普通にメインからシャワーの方入ってタオル集めしたんですけども、人外です。まあとりあえずそれは置いといて、サントスさんの行動的には僕がそのなんていうの、昇降機右に入った時にサントスさんはシャワーの弁当を通って貨物通って診察でキルしたんじゃないかなと僕は思ってます。ルート的にはできますね。いやでも役職な、どうなって初手の伊豆さんの死人の話なんですけど、プテさんと高田さんとオラフ君もう3人と見てないですよね。見てない、見てない。シャワーではね絶対いないんだよな。一応タオル集めてる伊豆さんをギリギリ右の方のとこで切ったプテさんか、でも基本的にはそこ3人で無理っていうか死人がないのであれば普通にメインホールで、ハイブリさんかなって思うから、うん、今回かなり投票誰にする、まあ、僕はサントスさん釣りたいけどシェリフいないんだよね。もう合わせるしかないね。え、一ゲームってどうにか頑張って合わせる。じゃあオッケー、サントスさんいきますか。あ、本当？うん、まあ、そうね、合わせた方がまあ釣れないのが一番嫌だから。あ、むずいな。スキップって誰ですか？2票。え、スキップ2票。コミュ、右、左、右。さあマットかどうか。おい、じゃない。うん、じゃあ畑さこがマットっぽいの？どう、わかんない、うん、まあし、そうね、その伊豆の死人の問題があるから若干なんか飛ばしてる感はあるよね。そう、飛ばしてる感がちょっと、だって3人も見てへんやろ。で俺もメインにいて、もちろん俺はやってないからメインにはしたいないし、左側にやったんじゃない？うん、左で浮いてた人って誰でしたっけ？サントスかコミサボの中直してて、それだったらサントス、ハタサコでコミサボ直した竹尾キッチン。クロさんって誰と白取ってましたっけ？ナナコさんです。ミーティング、クロさんってた、あれ、それ完全に白取れてたんだっけ？微妙ですよね。僕もナナコさん白ってあんま言いたくなかったんで、ほぼ白みたいな、なんかそんな曖昧な言い方だと、完全に白とは言ってない、はい。うーん、まあ畑さんがマットだとしても畑さん釣ってもいいかな。まあわかんないしね。うん、僕してハイブリさんになるかな。基本プテさん側の人ってあんまもう疑えないんで、僕視点はだとしたら普通に、まあ畑さんマットだったら、まあ客観視点俺が入るのはわかるんだけど、そのどっちにしろ位置が俺が一番メインから右側のだったら一番左側にいるので、メインにいるので、だけどそれだったら鬼木とかになるかな、ワンチャン工藤君の方が。あ、そうですよね、っていうのが俺自然なんで、工藤さんよりは竹尾さんの方があると思う。うん、でもその場合竹尾さんが人外だったら僕サントスさん黒じゃない可能性あると思う。確かにがっつり釣りに行ってたしね。あと竹尾さん下にいたんですもんね、石油に。うん、伊豆さんが下に行くケースが、ハタサコクルーでプテハシ、ハタサコがクルーだった場合ってプテハシが切れる可能性があるんだけど、その場合って伊豆の行動ってどうなってんだろうっていう感じ。確かに、うん、タオル集めの右のどこでとか弁当のところらへんで切られてるパターンだったら一応あると思うんですよ。さっきの7個切るの時はエンジン脇で俺サントスオニキで、俺だけ左に行ってて、オニキとサントスさん右に行ってくから、そっちで2人行ったのかなともなんとなく思ってるんやけどね。ああ、ハイブリさんだ。なんで俺やねん。まあどっちか浮いてはいるんだけど、ハイブリや、ハイブリ、まあでもハイブリタケオだと思うけど、どっちみち、あとそこ、うんうん、うん、ハイブリタケオにしてよおー、そうですよね、サントスさん釣れたね。
すごい。おお。何のタスクだったんですか？いや初手シャワーに来てた。びっくりしちゃって。後に次のターンエレキの勝ちタスクやってたから人外だなと。おお。あ、タスク順的にね、確かに高田さんとめっちゃ合ったもんね。そう、めっちゃ合ってる俺サントスと順序がどう考えても変だと思った。いや怖えよ、派遣所タスク精査怖すぎるな。非効率な経路だからってことか。なるほどなるほど。エレキのあの勝ち来たターンに人外だな。コミュサボ直し終わった時にはトータスさんとサントスさんがいたんですよ。で、ボタンが入ったらトータスさん死んでて、えって言っちゃったんですよ俺。うん、そう、えって言ってたよ。えって言っちゃったから、あの何も言わないのおかしいなと思って、なんか俺言えることないかなって考えた結果、伊豆さんのこと話すしかなくなっちゃって。あ、なるほど。え、伊豆はどういう順序でどこで死んでんのこれって。僕アーカイブは基本タスクで、その1個前で貨物の覚えゲーやってたんで、シャワーで覚えゲー入力でカンカンタスクやって出るときに、ハダさんとプテさんとすれ違って、で僕すれ違ったんだ。すれ違ってる。でメインの除染で除染してる最中にコミサボが鳴ってそのまま切られてって感じですね。あ、うん、で除染の死人をハイブリさんが隠してくれてたって感じですよね。きっと。まあ、見えてないけど多分ご主人さんも分かったから、あ、これハタサコくんだけ見えてて他のクルーが見えてないやつやなと思って。ああ。リアクションしちゃう目の前で生きてたんだもん。そんな何も言わなかったら気にしないですよ多分。マジびっくりした。いや全然わからなかったそれ。わからなかったそのくだり。いざ畑坂そのまま犯人言えと思って何も言わない。違う話だからこいつって思いながら。何の絵やねんじゃあって思いながら聞いてた。でボタン入るかなと思って押したんで個人的にはドンピシャで押して思ったら相方がえって言って。いやびっくりした本当に。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。お願いします。